はい、それでは。ですね、ここのキャップをね、後ろにはめるのはね、これしっかりはまりますね。結構しっかりとはまります。さあ、早速書いてみましょう。おお。おお。おお。書きやすい。うん。結構書きやすいですね。うん、書きやすい。とっても書きやすいと思います。インクフローもすごくいいです。で、この新緑はやっぱりいい色です。いいですね。なんか久しぶりに新緑を使った気がしますけど。うん、いい色してると思います。ちなみにね、ビビットレッドの方は本当ね、説明にファインニブセクシーって書いてあって、このセクシーって一体何でしょうね。 F ニブセクシー、うん、どういうことなんでしょうね。ちょっとよくわかりませんけれども、うん、とっても書きやすくていいです。全然ストレスなくスルスルスルっていう感じで気持ちよく書けます。やっぱりね、中国系の万年筆って書き味に関してはね、ほんといいですよね。なんでこの値段でこんな書きやすいんだろうっていう万年筆がやっぱり多い気がします。でもね、インクの乾きがとか、ちょっと不具合がね、見当たりやすいっていうか、見つかりやすいというかね、なんかそういうのはまあしょうがないのかなっていうね、うん、気はしますけれども、うん、いいんですよね。
で、この万年筆、バオヤの801、万年筆自体は、まあ、軸は細めなんですけど、使い勝手はいいんじゃないかなという気はします。うん、まあこの表柄、まあよく見るとこの表柄もなんか雑な表柄だなっていう気はしないでもないんですけど、まあその辺はね気にならないと思います。パッと見見た目はねいいんじゃないかなって思いますね。でこうパッと出してさささっとこの新緑の色がね綺麗にふっと出てくると、あれそれいいですねっていう感じになるじゃないでしょうかね。200円なのにっていう、そんな万年筆です。これ一応今僕2色買ったんですけど、ひょっとしたら他の色もいろいろあるのかな、どうなのかなっていう、うん、まあその辺ちょっと僕も調べてないんで、赤と緑以外にあるのかどうかは分かんないんですけど、まあとりあえず赤と緑2本持っててもいいなってちょっと、使った感想としては思いました。まあアリエクスプレス以外にアマゾンとかにもあるのかどうかはちょっと僕は分かんないですけど、うん、まあこのねこの値段ですから買って損はないかもしれないですね。はい、というわけで、アリエクスプレスで去年の5月に買ったバオヤー801のご紹介でした。